バイディオチャンネルママでーす。ババディアオです動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。はいはい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。半年ぶりの。そうなんですよ今回ちょっとこのストーブを購入したんですよね。で、そのレビューをするにあたってママさんにソウルキャンプに行ってもらいました。はい、行ってきました。ご苦労様でした。はい、じゃあまず、はい、何を買ったかというと、はい、いきます。はい、うわこれです。そう、今回買ったのはパセコ、はい、2022年モデルなんです。うん、でもグレーやね。なんかもともと黒がめっちゃ好きやったんですけど、最近グレーが好きなんですよ。これもまた影響やからねすぐ言うやすぐ言うそう、なんかグレー好きな人ってその人もめっちゃかっこよかったんで、俺グレー好きかもしれないもしかして俺グレー好きなの。流されすぎやろそう、パセコ対流型石油ストーブ WKH の 3100S 2022年モデル、これを買ったんですよね。はい。で、うん、なんでパセコが欲しかったかっていうと、うん、昔去年かな、去年がどうした、去年あのセールズの店舗取りに行ったじゃないですか。はい。でその時にパセコ、うん、あったでしょ。あったあった。あれがなんかキャンプランとかっていうモデルじゃなかったっけ。キャンプ25っていうモデル、お積載がちょっとちっちゃくなりますよっていう、うんうんうん、これガッチャンコできる、ね、それでこうパセコいいよねってなっててんけど、うん、結構高い、39,600 円すんねん。高かったよな。そう、うん、で、うわちょっとどうなんかなって思ってて、家用にコロナのストーブ買ってそれ持ってっとった。で、それを持ってってて、まあ、でかいけどなんとか無理やり、うん、あったかいしな、あれで一番初めに使ってたのはこいつなんですよね、うん、アラジンね、アラジンのこれ、ガス管の、はい、ガス管のやつね。これがね、ほんとね見た目はめちゃくちゃ可愛いねんけど、可愛い、まあなぜ火力が弱い、うん、やっぱガス管やからな。これはね、忖度なしでいきましょう。火力がめっちゃ弱い、ね、そうやんな。で真冬は、うん、もうほぼあったかくない。もうこれもうゼロ距離でやっと、おちょっとあったかいかなって一番初めに買ってよかったけど、もう冬もう結構そこそこキャンプするやん、うん、でこれじゃちょっと耐えれんなってことで、うん、でまあ家用のコロナ持ってって、うん、でやっぱでかすぎるし、でかい、重い、ちょっとなんか見た目的にもそんなに好きなあれじゃなかったから、うん、で薪ストーブにしたんですよね。はいはい、薪ストーブってやっぱ結構大変で、大変、覚悟はいるよね、うん、使うのに気合いるよな。気合、そうそうそう、気合めっちゃ気合いんねよしやるぞっていう、うん、今回は薪ストーブやるぞっていう覚悟がいるから、うん、でもやっぱストーブは1個欲しいよねっていう、うん、で前々から気になってたパセコ、うん、でこの2022年モデルが出たということで、はい、18,900円ぐらい、そう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 、手軽な値段で、うん、見た目もめっちゃ可愛いし、うん、でこれを購入することになりました、うん、はい。そしてレビューするにあたって、まあ、実際使ってなかったら何とも言えないんで、うん、ママさんにあのソロキャンプで使ってきてもらいました。うんうん、でどうでしたか実際使ってみて。初めちょっと戸惑ったけど、ここのつまみを上げて着火せなあかんかったんよ。なんか昔ながらのストーブやんね。あ、なるほどね。昔ってこうつけとったもんな。つけてましたね、確かに。そう、はじめ青い光が、光って、あの火がな、青い火やってんけど、5分経ったら赤くなんねんよ、ここが。そう、で、あの調節して弱くしながら使ってんけど、弱い火で十分あったかかった、ソロだと。パセコって
ここが外れんねん。はいはい。でここに専用の五徳が売ってるらしいねんけど、なんかコーナンとかホームセンターで。へえ。で五徳の上に湯たんぽなり鍋なりフライパンなり、そうやって温めることに使うときは五徳のしてやる方が火力が直に来るっていうことで、ここが外れるらしいね、パセコン。すごいな。ああ、五徳欲しいってなった。で、まあ一番最大じゃないけど、多分半分ぐらいかな。で、使って7時から9時。で、朝の多分6時から8時ぐらいまで使った。4時間。4時間使って半分も減ってないね。これだってマックス18時間でしょ。あ、そうなん、うん、知らなかった。18時間燃焼し続けるはずだね。あ、だからか。それってあれかな、一番最小で18時間ってことか。どうなの、そこまでは多分書いてなかったんちゃうかな。燃焼時間約18時間、うん、うん、って書いてる。めっちゃ持った。タンク容量が 5.3 リットル、出力 3.0 キロワットって書いてる。重さが 5.2 キロで、カラーはブラック、ホワイト、グレー、タン、サンドベージュ。うんうんうん。なんかアマゾンで見たらタンがなんかもう3万円ぐらいで、なんか新色がそのグレーとタンなんやんな。あ、そうなん。そう、なんか、うん、確か分かれちゃう。タンがめっちゃ人気なんじゃない。2021年モデルから高さが 25mm ダウン、うんうん、内部構造も変更、沸騰までの所要時間約 40% 短縮。あ、ちっちゃくなったこと、低くなったことね。いや、これは超おすすめやと思う。なんかでも室外しか使われへんねんな。屋外専用ですね。屋外専用。パセコはそうだから韓国のあれですよね、確か。うん。だいたい韓国ってあれやない。韓国ヒーター系強いよな、ヒーター系めっちゃ。うん。そう。ほんで、あれもティーヒーターも持ってっとってんけど、全然使わない。ティーヒーター使って。これやったら使わんわな。そう。もうだってモニグロの、ここ全部開けとったもん、うんうん、全部開けて使っててもめっちゃ高かった。いいよね。まあでもそれぐらい換気しないとちょっと怖い部分もあるよね。そう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 。どうでした、じゃあ女性でも持ち運びは。あ、ラブチン問題なく。おう、巻き運ぶより持ち運びしやすかったわ。思ってなんて巻きは、うん、使ってよかった。点は持ち運びもできて、できる、うん、楽ちんで、うん、コンパクトやし、で火力も申し分なし、申し分なし、見た目も可愛い、可愛い、満タンにすればもう一泊なんて楽勝、うん、楽勝。逆になんかこれはちょっとみたいな点なかったぞ。なんかこのつまみがなんていうの、こう回してって途中でバーンって戻ったりする、なんかそれは何やろ、なんか戻らへんの。何やろ、私の回し方が悪いんか、最大回した時にバーンってグラーンって戻ったりしたから。そう、なんかあれや、ほんまにオイルランタンみたいな感じ。ほんまやな。シュッ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 って出てきてる。あそこが燃えて。シュッ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 、うんうん。気になった点は他には。他は。まあ子供がおったらほんまにこの部分が大きいから気をつけなあかんかな。ちょっとストーブガードみたいなのはあった方がいいかもしれないですよね。うん、なんかストーブガードも売ってる。あ、売ってる。最近売ってる、いろんな。あとはもうあれやね、自分好みにカスタム、そう、ごとく買ったりとか。はいはいはい、いいですね。うん、いろいろ楽しめるかなって思います、これから。そう、うん、いいよね、これから冬持ってこいのアイテムじゃないですか。そう、だから薪ストーブするにしてもこれあったら朝薪ストーブするかなってなってきたな。やばい、せっかく買ったのするんかな。これがあったらもうあったけーってなったらなんかもう薪ストーブするかな。まあまだ違うもんな。そうやね、あれは薪でな、この揺らめきを。やっぱりあったかみは違うと思う。薪ストーブはな、やっぱり
その木が燃えてる暖かさって結構芯から温まる感じするね。いやいい体験ゲットしましたね。まあどんどん冬キャンプ行きましょう。それにね、合わせて本当はあのこいつなんですけど見えますか皆さん、このあの場のね、やった見えますかでかすぎて、でかすぎてちょっと、まあ、あの大丈夫、私撮ったから、はい、あキャンプの、はい、そちらの映像で、うん、多分撮ったと思うんだけど、アノバの買ったんですよ、ストーブ、ダストボックスみたいな感じですね。だからストーブ使ってる時はゴミ箱にできるから、私もソロキャンプでこういうゴミ箱、ここにビニール袋こうやってパチンパチンって止めれるから、こういう形状してて、ここにボタンがあってビニール袋とか止めれるんですよ、パチンパチンって。そう、取っ手の部分をそこのボタンのところにパチンパチンって止めて、ビニール袋が開いてる状態がもうポン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 ゴミ捨てれるから、バイキャンプ初の、はい、ダストボックス今までもうビニール袋にゴミ入れてな、うん、こうむき出しで隠してたけど、うん、やっと隠せるようになりました。ずっとな、あのモビボックス、そう、モビボックスが欲しかったんですけど求めとったけど全然買われへんから、うん、なんか買われへんうちにだんだんもういいや、もういらないやと思ってたらこれに出会ったからね。そうそう、アノバさんね、なぜ、うん、このケース売り切れやもんね。でもなんかもう今売られてたな普通に。あ、そうなん、うん、パセコやからパセコのケース欲しかったけど、うん、ちょうどそのタイミングでなくて、うん、でまあならキャンプ地でちょうど実物見てて、うん、いいっすよ ね、 やっぱアノバさんやっぱいいっすよね、うん、です。フラテディイトの、ね、オーナーと私に言いくるめられた。私はパセコケース流行ってんけど、うん、バセコのケース買っちゃうとまたダストボックスをまた別で買わなあかんって、そうそうそう、出費がいくらバセコのケースが安いからといって、そうそうそう、結局ダストボックス買ったら超えてくんじゃんっていう、うん、っていう感じで、はい、すぐな、それでええやんってなったやんな。よくよく考えたら、うん、まあまあいい、よ、いい感じに収まりました。はい参考になったでしょうか皆さんは。ぜひあの参考にしてもらってね、ママさん超おすすめ、うん、ストーブみたいな、なんかやっと出会ったって感じやな。これがあのストーブの集大成じゃないかな。怖いもんね、知らんけどね知らんけどね、ストーブでもいっぱいあるもんな。うんうんうん、そのなんていうの、いろいろ兼ね備えたこれじゃない、あの見た目もコンパクトさも。はい、我が家はパセコにたどり着きました。パセコ、皆さんもいかがでしょう、候補の一つに入れてもらえたらなって思いますパセコ、これからもじゃああれですね、冬キャンが楽しくなりますね、うん、より一層。そうやね、もう寒くないしな、これがあれば、これがあれば冬キャンが寒くない、まあうん、外に出えへんようになるかもしれないけど寒くないずっとおこもりキャンプでーす外は焚き火でぬくぬく、中はパセコでぬくぬく、完璧じゃないですか、うん、もうファミリーには持ってこいかも知らん。18時間ってすごいもんな。すごいすごい、もうだからついて、うん、もうずっとつけとく、もう子供はもう絶対出てこない出てこないんだ、巻くないから。うん、その場合でも換気はバッチリしてくださいね、うん、換気はしましょう、忘れずにオール換気お願いします。はい、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。ぜひ検討してみてください、はい、パセコママさんおすすめです。あ、確か俺使ってないもんだって。あ、そうか、うん、まあ、色も5色あって悩ましいと思いますけど、その辺は確かに、まあ、ワクワクしながら選べるのでね、ぜひぜひ参考にしてください。ぜひ皆さんパセコで楽しい冬キャンプをしましょう、しましょう今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。パイティアオチャンネルママでした。ママディアオでした。じゃあ最後は皆さん恒例のパイセンキューで終わりましょうかはい、どうぞ、はい、待ってじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイセンキュー。
ガッチャン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 になるよねこれ。これガッチャンガッチャンになるな。はいはい、よいしょ。